アメリカ合衆国税関、国境警備局は、アメリカ合衆国の税関や、国境警備を担当する、国土安全保障省の一部門である。日本語の訳語としては、アメリカ合衆国税関、国境取締局とされることもある。国土安全保障省が所管する部局では、最大規模の政府機関で、タイテロ作戦、人身売買や、麻薬密輸の取締りのほか、 農業害虫の侵入防止など、違法、または危険な活動から国内の安全を保障することを任務とする。国境に関する事項を統一して扱う政府機関としての性質上、約6万人という大規模な人員を抱え、空港、公安、国境検問所、国境周辺などに配置されている。アメリカ同時多発テロ事件を受け、従来の司法省、財務省、 農務省などに分散していた関係各機関を統合して2002年11月に国土安全保障省が設立された。さらに2003年3月1日に機構の再編成により税関国境警備局が発足した。2020年の人種差別抗議デモでは連邦政府施設の警備やデモ鎮圧に投入された。ありがとうございます。